タリティの歌です。決して会うことのない星にいるあなた、地球に似た惑星は銀河系だけで10億個ほどあるという、その中の星の一つにいるあなた、あなたも私たちのような人かしら、それも私と同じ女かしら、あなたの星でも女と男は互いに求め合い、雪の中でも熱いものを限らせるのでしょうか。ふっと夜空を仰ぎ、わけなく涙ぐんだりするでしょうか。銀河系なのだから、つながる星を見ていることになるのでしょうか。私たち中心も端っこもないという小さな惑星の小さな丘の上で、呼び方は違っても、あなた方の別の体を巡り、やはり昼と夜があって、草の間の上に梅雨が降りたり、一日の疲れを癒せるオレンジ色の夕焼けがあるでしょうか。そこには戦はあるでしょうか。砲弾にちぎれた子供たちがいるでしょうか。先祖伝来の土地を奪われ無能する人々がいるでしょうか。石ころのように凍られる年寄りたちがいるでしょうか。知らないのですか。戦の意味も侵略、軍隊、死の商人という言葉も、原爆のキノコ雲も、原子炉のメルトダウンも、死はあっても大量殺戮はないというのですか。言葉は生まれたのに戦わなくて済んだというのでしょうか。歌は生まれたのに土地と札束の手間以外はなかったというのでしょうか。どこで大きく違ったのか、あなた方の惑星と私たちの星と、人に至る生物進化の同じ道をたどりながら、中心も端っこもないという小さな惑星の一つは、なぜかいびつに、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 そして決して会うことのないあなたの、本当でしょうか。あなたの惑星に似た星たちの、その中のたった一つの私たちの星の今が、あなたたちの嘆きとは、あなたたちの嘆きとは、私たちの星を変えない非力さに満ちひしがれ、涙の祈りが幾百日も幾百日も続いたというのですか。この地球のあらゆる地で時折ふと吹き出すような祈りが上がるのはそのせいなのでしょうか。中心も端っこもないという状態、なぜ大人たちは醜く争うのか。
と刺激そうな子供の声が子供の声が上がるのもあなたも力もため息がため息が届いたからでしょうか。星を見る、あなたの星は見えないけれど、こうやってあなたも風に吹かれているでしょうか。あなたの住む星の小さな小さな丘の上で